中に入ってから話す。あいつが一度ネーロに戻ってこいって。あっちで何かあったらしい。顔を出せって言われた。具体的に何があったのかはわからないが、21日はネーロに行ってるかもしれない。お前をあの世界に関わらせたくない。言っておくが、あっちでは服もいつもと違うぞ。そんなに大げさじゃない。見ればわかる。ああ、どんな面倒事か知らないが、速攻で片付けてやる。当たり前だろ。揉め事には首を突っ込まない主義だ。あと30分したら行くから。けど、お前のとこに寄ったら余計に行きたくなくなってきた。ああ。ようこそ。長旅お疲れ様でした。若様のご指示でお迎えに上がりました。リーダと申します。
呼びにくいようでしたらダニエルとお呼びください。それではご同行願います。いえ、お屋敷の方はまだ立て込んでおりまして、よろしければこの辺りをいろいろと見て回られてはいかがでしょうか。案内させていただきます。
なたは若様の大切なお客様です。ここではどうぞ遠慮なさらずお過ごしください。いえ大丈夫です。外は冷えますから屋敷の中でおくつろぎください。旦那様。旦那様、お帰りなさいませ。ああ、君が例の子か。ようやく会えたな。さあ中に入ってくれ。会場の準備でバタバタしていてね。なるほど、彼女と二人で会うのが目的だったわけか。緊急事態とかしょうもない嘘までついてわざわざ僕を遠ざけたわけだ。相変わらず演技が下手なんだよお前の部下は。で、これはどういうことなんだ？彼女は僕が選んだ相手だ。その気持ちがお前に左右されることはない。そんなことすら分かってなかったのか。お前たちの仲を引き裂くつもりはない。今日お前に彼女を会わせないように仕組んだのはある計画を進めていたからだ。せっかくだから彼女にも加わってもらった方がいいと思ったな。お前の恋人はユーモアがあって愉快な人だと聞いている。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。お誕生日おめでとうございます、若様。
ありがとう。ああ、ありがとう。お前からの言葉は嬉しいんだけどな。ああ。そんなに面白いか。よし、歌も歌ったし、ケーキも全員食べたな。そろそろ全員仕事に戻れ。あとは若者二人に任せよう。僕はこのシャンパンタワーを倒さずにテーブルクロスだけを引き抜くことができる。かけるか？これ、お前が作ったのか？でも、いけない。歌の時に脱いだジャケットをすっかり忘れていた。確かこの部屋に。って、ああ！若様、お嬢様、申し訳ございません。お二人がお取り込み中だったとは知らず、すぐに出て行きます。あいつは昔からネーロの本家に仕えているボディーガードだ。僕がこういうものを身につけているのを見たのは初めてだろうな。
ああ、わかった。ただ、一つだけ条件がある。お前と一緒にマフラーを巻きたい。過ごした時間が詰まってるからな。本当は子供の頃好きだった場所に連れて行きたかったんだ。もうほとんどなくなってしまったが、今も昔と変わらない姿で残ってる場所もある。一番のお気に入りはお前だ。よりもお前が一番のプレゼントだ。